日本近畿地方大阪二日月市、川添、夢ロード、川添商店街夢ロード、川添商店街は、大阪二日月市川添にある、路面商店街。1990年、平成2年2000年、平成12年4月夢ホール21が建設される、商店街活性と、地域活性の具体的活動具体的、内容高月市南部に位置し、 日本住宅公団と打団地103棟が並び、証券人口に恵まる。商店街内は医療機関が充実する。平和道をベースに専門店を中心とした業種で構成される地域密着型商店街となる。すべての歩道が改修され、防犯カメラ設置に伴い、安心安全のプラットフォームを整え利便性も改善向上される。商店街内の店舗では、 全国でも有名なペットショップ、全国ロールケーキブームのきっかけとなるスイーツショップ、カルチャーシーンにおいても有名なミュージシャンタレント、芸人が商店街で育ち、現在でも彼らが商店街、関係イベント、有名店舗をメディア媒体にて宣伝する。毎年行われている川添祭りは1万7000人を動員するが必ずしも 平日の集客につながっているとは言い難いため、放送プロデューサーの無償援助、ボランティアにより、2015年1月からテスト的に、商店街のスピーカー放送に手払いあ溢れる、個性的な放送番組を10時から18時まで、テストオンエア、ー、商店街に来る方が楽しみ集客力も維持し、増加傾向。商店街周辺半径人口は500メートル、半径1キロメートルとなっている。 商店街を中心とした半径300メートルに5校の小学校と2校の中学校が並立する高槻市立樹園医小学校、高槻市立芝生小学校、高槻市立玉川小学校、高槻市立丸橋小学校、高槻市立柳川小学校、高槻市立柳川,小学校高槻市立柳川中学校、高槻市立第三中学校。最近の状況として、 商店街を抜けた先に大阪府立高槻南高等学校跡地が住宅地となったため人口は増加している一方で周辺地域にユニクロ自由の量販店、コノミフレッツのスーパー、ホームセンター港南が進出すると商業競争は厳しい状態になっています。しかし、スピーカー事業に興味を示した関西大学、地元若者の参加により、 同僧性の活性化が見られる。医療、スーパー、等の利用者の多くが東商店街を通行し、年齢層を問わずの来外者が多い。顧客層は、近隣の高齢者が多く、次に主婦を中心とした、中高年、新興住宅街住民や、小中学校生となっている。来外者は、商店街が衣食住のすべてのニーズを揃えている、ことからそれら専門店も利用している。 地域住民のニーズ、ありがとうございます。